皆さんお疲れ様です。天かつのりょうです。本日はストリートファイター5、やっていきたいと思います。ストリートファイター5でいいんですよね。スト2はやったことはあります。で、格ゲーはですね、本当に20年ぶりぐらいに多分やると思います。初代のね、アーケード版のバーチャファイター、あ、そちらの方はやったことはあるんで、20年ぶりぐらいかな。先日これちょっとダウンロードしたんですけど、いきなりランクマッチを挑んでしまってですね、ボコられました。あ、これはいかんなと思ったんで、ちょっと2時間ほどですね、コンピューター相手に2等やりまして、で、また再度ランクマッチ挑みたいと思います。コンポとかが結構あると思うん で、その辺全然覚えてないんですけれども、ちょっとやっていきたいと思います。それではランクマッチ、キャラは剣でいいと思います。これよくわかんないんですけど、設定あるんですかね。はい、これで検索開始でいいんですかね。これ画面左と右とかって選べないんですよね、きっとね。ちょっとよくわかんないんですけど、画面右に自分が出た時、あ、終わったなとかって思うんですけど画面左で対戦したいんですけど、ちょっとダメそうなんですよね。対戦相手待ってます。私ランクすごい低いんですけど、なんかそんな上の人と当たることないんですよね。よくわかんないんですけれども、ちょっとやっていきたいと思います。相手はシュンリーですね。シュンリーでいいんだよね。はい、それでは始めたいと思います。シュンリー、スト2にもいましたね。さて勝ちたい。よし、よっしゃ。あー、ちょっと慌てた。あ、やばい。よし、慌てちゃダメだよ、慌てちゃ。なんなら弱パンチでも勝っていい。弱パンチでも、キャッチ。危ない。よっしゃ、とりあえず勝ちました。とりあえず一勝ですね。これランク上がるんですかね、勝つと。よっしゃ、うっ、ちゅっ。ちょっと待って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 ね。ちょっとこっち側の方がいいからね。やー、よっしゃ。よっしゃ、よっしゃ、勝ちました。初めて勝ちましたね。いやー、なんか相手もそんなに強くないんで助かりました。これで何ランクは上がるんですかね。なんか点数はもらえる。レベル1、65ポイントぐらいもらったんですかね、これ。まあとりあえずメインメニューに戻ります。で、こちらの方ですね、あんましこうトレーニングする時間もあんましないんで、多分不定期のですね動画になってしまうと思うんですけれども、応援よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。天かすのりょうでした。バイバイ。